はい、おはこんばんちは、うかでございます。さて、ファーム日本一決定戦やっていきたいと思います。どうなるかわかんないけどね、もう負けたくはないよ。ここまで来てね、負けるなんて、そんなね、やってらんないことありますかって話だ。どうした、うかさん、大事な話あんの？今会えなかったら、え、まさかちょっと別れるとかないよね？いろいろ考えたんだけど、でも涙を見てほしかった。やめろよ、そんな冗談までだよ。セーナーヒットとか、セーナーラドバ。なんだろう、俺はなぜこうも。悲しすぎる。やばいわ。ちょっとファンサービスしよう。ファンサービス、もうファンこそがもう、あ、サイン変える。よっしゃ。あ、ファーム日本決選手権、頑張れよ。来た。相手は阪神。今スタメンしよう。頑張れ。いいとこ見せるよ。ここでね、もう日本一になるとならないとだいぶ違うんじゃないか。頑張ります。行くぞ。絶対負けたくないぞ。ここまで来て。ねえ、プレボールってことで。ん？そう、3番か俺。でもランナーは誰もいない。マジか。いやでも俺がって言ったけど全然ダメだった。あー、くそ、難しいな。まだ打つぞ。もう絶対負けたくないもん、俺、ここまで来て。本当に。もうだから、お願いします、ぜひ。俺、どうか俺を勝たせてください。お願いします。よし、行くぞ。低めか？うわ、いいフォーク持ってる。藤川？え？藤川ってまさか。嘘だろ？あの藤川球児じゃねえか、さては。うわ、取られた。ちょっと待ってくれ。え、嘘、マジで？え、待って、いい均衡。ああ、やっぱ取られた、2点。あ、でもなんだ、これワンチャンあるか、これ。いや、さっきからいい球投げるんだよな、こいつ。やっぱ藤川球児だろ、これ、絶対。全然、だって打てねえもんだって。なんだろう。なんか、そんな気がする。違う？でも藤川球児先発じゃないよな。え、でも負けちゃう、このままじゃ。やばい。あ、でも1点。まだワンチャン、ワンチャンある、ワンチャンある。うわ、藤川じゃないのか、じゃあ。藤川球児じゃ。うわー、やばい。頼むよー、ほんとにお願いですから。あー、バカスライダーかよ。なぜか、でも、せめて追いついて、追いついてください、お願いします。ダメだったー。ダメでした、2対1。惜しい、くそー。しかも俺が無安打、ノーヒットはやばいな。さあ、やばいな、ちょっと、これは痛いぞ。ノーヒットだった。試合負けだ。あー、やばい、評価下がる。やばい。あ、契約更改。なんだろう、ルカ君、球団方針しかで動くコーナーまで見ました。君には。やったら、一回10年活躍。よっしゃー、クリアー。やったー。開幕で1軍を迎えた俺は、ベンチでチャンスを待った。1点を争う投手戦となり、一進一退のものを結びた。俺は出場のチャンスを待ったが、結局開幕出場は果たせなかった。長いペナントレース、その幕開けはどうであれ、一戦一戦大事な戦い、何かを掴んでいくことが大切だろう。苦しくも楽しかった2軍時代に、掴み取った、いろいろなことが、この先役に立ってことだろう。まだまだ道は長い。俺はまだ歩き始めたばかりなんだ。やったというわけでクリアだな。何か評価、何か上がる？何も上がらない。え、待って、ある意味俺今まで一番ダメな選手できちゃった気がするんだけど。あれ、パワーが100にすらならないっていう。一応まあ OK ということで、今クリア。背番号はじゃあ、キャッチャーということなんで、27か。はい。ヤクルト27票。どうしようかな。選手のタイプを、欠点が普通、新人ベテラン。あのね、成長当たり前でしょ。ここでね、ベテランなんてやってみ、あそこで安定しちゃダメだから、新人です。はい、ファーム選手、一軍昇格、ヤクルト、矢部君も一軍したんだ。よかった、それ。一軍行ったんだね。やったぜ。パワースポーン乗ったよ。今週セーブしますか。はい。一応こんな感じでございます。イェーイ。やったぜ。作成する。うわ、します。はい。やった。ということで、なんとかクリアしました。俺的にはな、気持ち的にはちょっと、うーんっていう感じはあるんだけど、結果オーライかな。ちょっとじゃあ見せますか、データあれこれで。はい。ね、作成選手を見る。で、これですね。はい。こちらでございます。はい。この通り、選手の能力、こんな感じでございます。はい。そうね、もうちょっとせめてオール D 以上にしたかったな、やるなら。やるでね。それじゃあパスワード表示。パスワードはこんな感じになっております。皆さんぜひ、まあ、できるもんならですけど、ダウンロードしてはいかがでしょうか。うかでございます。こんな感じでした。ということで。
はい、戻ろう。はい、というわけで、無事にクリアすることができました。皆さんもぜひこの機会に、パワープロ2000ちょっとやってみるといいんじゃないでしょうか。それじゃあ、さよなら。また別シリーズ見てね。ほいじゃねー。